ヨハネの黙示録第1章。イエス・キリストの黙示。これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになったものである。そしてキリストはその御使いを遣わし、これをしもべヨハネにお告げになった。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち彼の見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いて、そこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。ヨハネからアジアにある七つの教会。常にいまし、昔いまし、後に来られる方から、またその御座におられる七つの御霊から、また忠実な証人、死者の中から最初に蘇られた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるように。イエス・キリスト、私たちを愛して、その血によって私たちの罪から解き放ち、また私たち王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストに栄光と力とがとこしえにあるよ。アーメン。見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の所属は皆彼のゆえに嘆く。しかり、アーメン。神である主、常にいまし、昔いまし、後に来られる方、万物の支配者がこう言われ、私はアルファでありオメガである。私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものであって、神の言葉とイエスの証との家にパトモスという島にいた。私は死の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。その声はこう言った。あなたの見ることを巻物に記して、七つの教会、すなわちエペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアに送りなさい。そこで私は私に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと、七つの金の燭台が見えた。それらの燭台の真ん中には、足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のよう、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようである。その声は大水の音のようであった。また右手に七つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死人のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな。私は最初であり最後である。生きているものである。私は死んだが、見よ、いつまでも生きている。また死とハデスの鍵を持っている。そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せ。私の右の手の中に見えた七つの星と七つの金の宿題について、その秘められた意味を言えば、七つの星は七つの教会の御使いたち、七つの宿題は七つの教会である。はい。まあ、ヨハネの黙示録ということですね。まあ、この、まあ、ヨハネの黙示録というのは、聖書の中で一番最後に、ね、まあ、新約聖書の中で一番最後に、ね、書かれた書物、ね、まあ、締めくくりの、ね、そういう、まあ、書物ですね。まあ、紀元
81年から96年ね、ローマ帝国のですね、ドミティアヌスという、皇帝の時に、の迫害の時に書かれたと言われている、書物ですね。書かれた場所は、旧説にもありますようにね、パトモスという島にいたというね、この今のトルコのですね、国の中にあったですね、エペソという大きな町、南西90キロのエーゲ海上にあるね、この小さな島ね、ここに島流しにあっていたということですね。本当にこうヨハネの黙示録というね、黙示というのはこの黙と書いてあるようにね、覆い隠されているものという、そういうふうな意味がありますよね。それがですね、この明らかに示されるね、黙されているものが示されるというね、覆い隠されているものがですね、覆いを取り除けられて明らかにされるということですね。そういう面でこのヨハネが来ていたですね、ローマ帝国のネロという皇帝の大迫害に続いて、ドミティアヌスねの皇帝の迫害の時期ですね、キリスト教会が大変苦難に直面していた時代の書物であるということですね。そういう面でこの黙示録の解き明かす中心的なメッセージはですね、苦難あるいは艱難というのテーマである、艱難のただ中にある、迫害のただ中にある教会ね、そういうことがメッセージですよね。その中にこの神様がこの力強く立っておられてね、励ましてくださるというね、いうことをこの見つめるというね、最初の一章から三章はですね、七つの教会へのメッセージが書いてあるわけですけど、そしてこの四章から19章まではね、大患難の時代、患難の時代のことが書いてありますね。それはこの世の終わりの患難のことであるとともにですね、このヨハネが生きていた時代の患難でもね、でその中からですね、私たちはこの患難の中に生きる教会の対する神様の御心というかメッセージというものをね、黙示録から聞き取ることができると思うんですね。一世紀の教会というのはですね、本当に大変な教会、聖書は焼かれね、このクリスチャンも迫害されね、そういうこの時代でですね、本当にこの苦闘しながらこの信仰生活を歩んでいたね、そのような人々の証ですよね。日本でもこの教会成長とかリバイバルとか叫ばれながらですね、この1億2000万ぐらいの人口の中で100万ほどのいろんなクリスチャン、熱心なクリスチャンと教会っていうのはクリスチャンも含めてでしょうけども、いるということですけども、その1%足らずとね、いうことですけども、しかしですね、このような国の中にね、1%、多分ローマ帝国の中でもね、本当に少数派であったクリスチャンたちが迫害の中で、苦難の中でこの力強くね、励まされて生きている姿というのはね、何かこう今経済的な苦境の中にある、そして宣教の戦いの中にある、
この教会とクリスチャンにとってね、まあ、ヨハネの黙示録というのはまさしく適切なメッセージをね、この汲み取れる聞き取れる、まあ、書物ではないかと思いますね。3節にこの予言の言葉とですね、朗読するもの聞いてその書かれていることに心を止める人々は幸いであるとね。本当にこの黙示録のね、この言葉にメッセージに心を止める人は幸いであるね。まあ、黙示録というとこのどう言いますか、極端な書物が結構まあ出ておりまして、それでまあ私もちょっとこうというかね、嫌気をさしたところもあります。もう黙示録の関係の本は何十冊も持ってるわけですけども、まあ、本当にこうまあ大まかなことが書いてある本が多くてですね、自分とあんまりこう関係がないで、未来のことが書いてある、まあ、ハル・リンゼーの地球最後の日とかね、レフト・ビハインドのティム・ラヘイの本とか、もうあれはもうなんていうか、まあ、三流週刊誌のまあガセネタ記事みたいな聖書解釈でですね、本当にまあ大きな非難を浴びている、まあそういう極端な解釈の本ですけれども、しかしそういうまあ本とかそういうことを内容を語るセミナーとかね、結構まあ人気があったりしてね、クリスチャンもそういう、まあ、集会に参加したりして、まあ、そういう姿を見るとですね、本当になんか心痛めるというか、なんとこう正しく何か黙示録を理解して終末論を理解してですね、神様が書いておられることをね、心を止める、そこから祝福を得るというね、そういうことを難しいかなということをね、まあ、神学校の教育の中でもまあ感じている今日この頃ですね。まあ、そういう中でまあ最近こう岡山秀夫先生のまあ本がまた再版されるということでね、まあ、私が特にまあ再販をまあお願いしたようなところがあるわけですけども、まあ、この先生はまあ90年前後にまあ牧師を辞してこのイギリスにまあ終末年黙示録の勉強のためにまあ私費留学されるわけですけどね、大きな決断であったと書いてある。まあ、ちょうど同じ時期に私もまあまあ、共立の研究所の方にね、宇田先生のもとに、まあ、国内、内地留学しておったのでね、何かこう、生まれた年も1954年ということで、ものすごく親近感を持ちますし、またこの先生書かれた終末論の、黙示録の、子羊の王国とかね、論文とか読むとね、何か自分がこう、エリクソンで教えて、ラッドを通して、分かっちゃってること、ね、そういうこのことと、まあ、本当にこう、全く一致するというかね。ああ、こういう人がいるんだな、というか。ああ、こういうこの、どういうか、終末論の解釈。またこの、黙示録の解釈をされてるね、人がいるんだな、という。そしてこの先生が今、日本の基準的な聖書解釈の、ティンデル、まあ、シリーズの、まあ、ローマ書と黙示録のね、翻訳の執筆者であるというね、ことも知ってですね。まあ、本当にこう素晴らしい方向に進みつつあるんだなと、まあまあ、感激しているというか、まあ、しかしこう誤った間違った教えのセミナーとかね、何かそういう情報もこの津波のようにこの、ね、押し寄せて、おるわけで、そこでの、まあ、戦いが続いているというかね、まあ、そういう面で、まあ、この本がに沿ってね、何かこう黙示録がどのように、この解釈されているのか、また黙示録を通してね、どのようなメッセージを聞き取ることができるのかというね、本当にこうまあ岡山先生の本を読んで、まあ黙示録が何か本当に何かね、透き通って何か見えるようになった、なんか音がはっきりこのね、雑音なし聞こえるようになったというね、そんなまあ感じがちょっとしているこのまあ今日この頃というかね、そしてまあ多くの人たちにもそのような何かこう澄み切った黙示録のメッセージというのはどういうものかということをね、まあ知ってほしいなと思いますね。まあ4節から見ていきますとね、4節、
ヨハネからアジアにある7つの教会、常にいまし、昔いまし、後に来られる方からとね。で、この言葉はですね、この8節にもね、神である主、常にいまし、昔いまし、後に来られる方とこう書いてあるね。で、まあ以前は何気なく読んでいた箇所ですけども、神様の永遠のお方であるとね。しかしこの、まあ、岡山先生の本を読んでね、教えられたことは、この黙示録の解釈にはね、まあ、過去的解釈というかね、昔いますし、ね、この1世紀のローマ帝国の時代に、このヨハネがね、この語りかけた書物として、その時代に合わせて読むね、そういう解釈の仕方があるし、それからですね、後に来られる方ね、解釈の方にはですね、未来ね、終末に対する予言としてね、この解釈する。そういうこう、終末的な解釈の方が。そしてもう一つはですね、常にいます。ね。本当にこう、この、どう言いますか、初代教会からですね、こう終末に至るまで、全歴史に対してね、語りかけられているメッセージとしてね、聞き取る。まあ、そのようなこの解釈の方もあると。こういう、まあ、いくつかの解釈が、ついて、分けて書いてある書物が非常に多いんですけれども、まあ、岡山先生の本を読んで、ね、非常に目が開かれたのはね、この黙示録は一世紀を背景に書かれている。一世紀の迫害と苦難の中にある教会に語りかけられている。そういうまあ書物である。メッセージである。しかし同時にですね、その視野はですね、この終末にも向けられている。ね、イエス様の再臨、ね、大患難があり、再臨があり、千年王国からの新天神地があるというね、そういうこの、特にまあその、黙示録の4章から19章の大半はですね、患難の中にある神の民、患難の中にある教会ですね、についてこの、語りかけられているとね、いうそういう理解ですよね。しかし同時にですね、この一世紀と終末に向けて語りかけられている、このメッセージは、常にいます。ね。そして今日の私たちに語りかけられているメッセージがある。ね。それを抽出して、今日にこの聞き取る。今日も。ね。キリスト教会の歴史はですね、その局所的であるか、全世界的であるかは、ね。終末の全世界では別にしてですね、局所的には常に、この迫害と苦難、ね。この苦しみの中での、戦況である、戦いであると。世においては、ね、戦いがあると、ね、苦しみがあると、迫害があると。そのようにこの聖書はですね、全体として語りかけられているわけですよね。その中で、このクリスチャンとして生きていく。ね、9節にありますようにね、イエスにある苦難と、ね、忍耐とに預かって、ね、この苦難、苦難の中にある教会、苦難の中にある信仰者、対するメッセージである。ですから、黙示録の4章から19章まではね、この患難時代ですけど、ね、ある特殊な聖書解釈ではね、イエス様の空中景況があって、教会が手に引き上げられた後に、この患難があるというふうな解釈がありますけどね。そのような解釈をするとですね、この地上に残るのはイスラエルの民であってですね、この4章から19章はイスラエルの民に対するメッセージだと、こんな解釈があるんですけども、まあ、とんでもない解釈なんですね。このヨハネはですね、この一世紀の神の民、ね、そしてこの終末における患難の中におけるね、神のために語っている。で、患難時代のことはまた後に話しますけども、患難時代はね、エジプトの10の災害の、余計といいますか、類比の中で、この、ヨハネは語っている箇所がありますね。エジプトでのですね、10の災害の時、ね、その時にね、イスラエルの民、神の民はエジプトから先に取り去られた後、10の災害があったでしょうか。いや、そうではない。ね。10の災害のただ中でですね、この子羊の血によって守られて、患難のただ中で守られるというね、そういうこの信仰がですね、出エジプトに書かれています。
それと同じようにこの観難のね、観難時代の特徴は教会がですね、地上のおいてですね、この守られるね、エクフューゴという、まあ、言葉が使われますけども、何々のただ中で守られるという意味なんですね。まあ、そういう意味でですね、本当にこの日本語の、まあ、あの出版の中ではね、この観難時代には教会はいないというふうなね、何かこう間違った本がたくさん出ておりますけれども、しかしね、黙示録はね、この旧説にあるようにね、イエスの苦難忍耐に預かってね、まあ、ヨハネ自身がパトモスという島で今この流刑にあってですね、このその中で神様の御声を聞いている。それと同じようにね、アジアにある7つの教会、これ1世紀の、まあ、今のトルコにある7つの都市の教会ですけど、しかしですね、7つの教会だけじゃなしね、常にあるこの教会の歴史全体の教会に対してね、苦難の中にある戦いの中にある教会に対して語りかけられているこの励ましであるということですね。12節から見ますとですね、7つの燭台が見えたと、ね、語りかける声を見落とし振り向いた、振り向くと7つの金の燭台が見えたとね、これはですね、この21節の最後にありますように、ね、7つの燭台は7つの教会であるとこう書いてあるね。これはまあ金の燭台ね、教会を金の燭台にね、象徴させて、まあ、語ってられている箇所ですよね。本当にですね、この教会のですね、13節、燭台の真ん中には、すなわちね、キリスト教会の真ん中にはね、キリストが、人の子が立っておられる。足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えたと、ね。14節以降、ね、頭と髪の毛は白い羊毛、雪のように白く、目は燃える炎、足はですね、輝く真珠、声は大水の音、ね。そして口からは鋭いもろ刃の剣、ね、顔は輝く太陽のようであったとね。本当にですね、この私たちは目に見えるところではね、ヨハネがあるようにね、苦難と忍耐のただ中にあって、パトモスという島の中にいるようなね、流刑にあっているような、そのようなこのキリスト教会のね、またクリスチャンのこの状況ね、戦い、経済的な面でも、またこの宣教の面でもね、パトモスという島にいたというね、そういう苦難の中に。しかしですね、私たちはそこで落胆してはいけない。ね、私たちはね、御霊に感じ、御霊に目を開かれるときにね、私たちの教会のね、小さな教会、ね、5人、10人、また20人、30人、ね、大きな教会もありますけれども、ね、都市部にはね、しかし多くの教会が苦闘の中にある。しかしそういう燭台の真ん中には人の子のような方が立っておられるというね、そのお方はどのような方であるかということが書いてあるね。で、17節ではですね、それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった、ね。で、まあ、この箇所の様子はですね、このイザヤ6章を思い出しますよね。ウジヤ王が死んだ年にね、イザヤは高く上げられた王座に座しおられる主を見たとね。セラフィムがね、この飛び交っており、聖なる聖なる聖なる万軍の主とね、その栄光は全地に満つとね。その時にまあイザヤはですね、ああ私はもうダメだ、唇の汚れたものでね、万軍の主をこの目で見たのだからとね、本当にですね、この倒れてしまったわけですよね。しかしこの燃え盛る炭がですね、セラフィムが飛んできて、この口に触れてね、この釘が取り去られ、罪がありながらね、主に、主が誰を使わそうとね、イザヤはここにおります、私を使わせてくださいと、ね。まあ、そのことを思い出すシーンですね。ヨハネはですね、この方を見たとき、私は足元に倒れて死者のようになったと、ね。しかし、ね、このキリストはですね、右手を私の上に置いて、そして恐れるなと言われた。ね、本当にですね、私たちはパトモスの島に、ね、苦難の中にある、ね、苦闘の中にある、ね、そのようなこの教会、小さな教会、
ですね、中にある。しかし、ね、キリストは諸教会のただ中に立っておられてね、恐れるなと言われている。最初であり最後であり、ね、生きているものである、ね、十字架で死なれたけれどもね、蘇っていつまでも生きておられる、ね、この亡霊ではない、ね、生きておられる、ね、旗が立っておられる、ね、そして使徒ハデスの鍵を持っておられる、ね、そのような決定的なお方であるということですね。そういうお方がこの苦難の教会のね、ただ中に立っておられる。そしてですね、この一世紀の大迫害の中においても、また終末の大観の中においてもね、そしてこの今の時代のこの2000年の教会の歴史の局所的ないろんな観難、またこのサブプライム論なんかの経済的な破壊でね、経済的な苦境に陥って仕事を失っているクリスチャンたち、ね、またそういうこの苦境の中にいる、ね、人たちのただ中にですね、このキリストが立っておられるというね、勝利者として立っておられるという姿をね、私たちはこの見つめてね、生かされていかないといけないということですね。このことを書き記しなさいとね、イエス様はバプテスマ、黙示録のね、ヨハネに言われた。ね。本当にですね、この、そういう形でね、この後、キリストの語られた、ね、メッセージ、苦難の中における神の民、苦難の中における教会に対するですね、力強いメッセージがね、この、七つの教会、また、4章から19章の大患難時代に対するね、この神の民へのメッセージ、教会に対するメッセージがね、鳴り響いているということですね。まあそういう視点から見ると、黙示録は終末の私たちに関係のない、ね、何かこうよそごとの話ではなし、ね、今、私たちのただ中に届けられたね、速達便で届けられた手紙であるということをね、私たちは、この、受け取ることができるんではないでしょうか。そのような視点からね、この黙示録をね、この1週間ごとにね、開いていきたいと思いますね。このヨハネがパトモスという島にいましたけれどもね、死の日に御霊に感じね、ラッパのような大きな声を聞いたと、そのようなね、神の語りかけをね、神様の幻をね、この黙示録からね、聞き取り、また見せられていきたいと思いますね。それではお祈りをしたいと思います。